新スキルで強化されたのはシューティングスタードラゴンだけではないぞ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、工藤雄星です。さあ本日なんですが、主役ですね、本日の主役、ジャンクウォーリアーのスクラップフィストです。これね、皆さん、新パック、向いた方、そして新スキルをゲットした方、シューティングスタードラゴンが強いという話はもうよくご存知なんじゃないかと思うんですが、これね、簡単に知らない人のために説明しておくと、シューティングスタードラゴンっていう、めちゃくちゃぶっ壊れスキルがありまして、このハイパーぶっ壊れスキルによって、なんとジャンクシンクロン1枚でシューティングスタードラゴン出せますよと。要するに、調律が、シューティングスタードになりますよみたいなね、そういうぶっ壊れスキルが実装されたんですけども、これね、何もね、強化されたのはね、シューティングスタードラゴンだけじゃないんですよ。そう、ジャンクシンクロンへのアクセスが容易になったってことは、結果的にジャンクウォーリアーが強くなってるっていうことなんですよ。で、僕はデュエルリンクスの召喚ムービーの中で、いろんな召喚ムービー好きなんですけど、ジャンクウォーリアーの召喚ムービーめっちゃ好きで、超かっこいいんですよ。今日はこのモンスターを使ってぶん殴って勝っていきたい。で、ジャンクウォーリアーの伝統芸能ワンキルっていうのがありまして、それが何かっていうと、スクラップフィストとラッシュウォーリアーを使うことなんですよ。これね、ジャンクウォーリアーは簡単にね、ジャンクシンクのアクセスできるんで、出せるようになったんですけども、この2つを使うことによって、これもう1回ね、説明しておくと、スクラップフィストっていうのは、ジャンクウォーリアーにしか使えない超専用魔法トラップカード、速攻魔法で、効果ね、ジャンクウォーリアーに5個付与します。効果を5個付与する。頭おかしいのかっていう。まず、相手はダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果発動できない。要はアンティークギアになると。リアクターになると。で、対象のモンスターが、守備表示モンスターを攻撃したら貫通すると。で、相手が受ける戦闘ダメージが倍になると。で、対象のモンスターは戦闘では破壊されない。で、戦闘を行った相手モンスターがダメージステップ終了時に破壊される。めちゃくちゃ強いですね、このマジックカード。で、ちなみにこれ、注意点としては、ダイレクトアタックの時は、ダメで、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う場合じゃないとダメなんですよ。だから相手のモンスターがいないとダメだっていうことなんですよね。で、じゃあこの2300っていうクソザコ打点のジャンクウォーリアーの打点をじゃあどうしていくかと。これがですね、これね、ラッシュウォーリアーっていうモンスターですね。これはラッシュデュエルって僕呼んでるんですけども、ラッシュデュエルすると、自分のジャンクウォーリアーの打点がダメージ計算値倍になります。はい。簡単ですね。めっちゃ強い。これぶん投げただけでこいつ、打点が4600になるって。いうことですね。4600貫通戦闘ダメージ倍みたいな、やばみたいな、なんかカオスマックスかなみたいな感じになるんですよね。で、相性がいいのはやっぱりこのジャンクコンバーターがすごい相性良くて、ジャンクシンクロン、もちろん持ってこれるっていうのと、あとレベル2をね、現実用ライオンを捨てながら読書ができたりするんで、これ墓地からジャンクコンバーターオライオンとか創生したら、これレベル2なんでジャンクオーリアンだって上がるんですよ。ちょっとだけね、600だけなんで、こういうとこも相性がいいっていうことですね。これをね、今日はね、使っていきたい。で、もちろんシューティングスターも出せるようになってるんで、ある程度は、戦えるようになってるかなとは思いますね。で、弱点先に、お話ししておくと、毎回言ってるように、インベルズローチっていうね、ゴキブリですね。はい、ゴキブリがマジで強い。あれね、このデッキ何もできん。これはもうね、出てきたらサレンダーやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、シューティングスター出しちゃって勝ってる試合がめっちゃ続いてるから、そろそろシューティングスターじゃなくてジャンクウォーリアーを活躍させていきたいというふうに思っております。頼むからジャンクウォーリアー出させて。いやー、これローチだ、終わった。もうね、おしまいなんよ、オノマトランスは。それはね、おしまい。もうね、ゲームエンド、ローチでゲームエンド。ローチはね、無限に無理。ジャンクデストロイヤー2発撃っても超えられないからな。レベル5以上のシンクロモンスターしか何なら入ってないって。そっち、マイストローク、それは甘えでは。なんか奇跡起きた。これもしかして、これクリボールも投げれないんですよ。ジャンクシンクロの召喚、ジャンクシンクロの効果と、ジャンクシンクロの効果によってジャンクコンバーターを墓地から特殊召喚、そして、ジャンクコンバーターの効果も発動。オライオンを墓地の振り、ジャンクシンクロを持ってきて、そしてオライオンの効果一応発動しておこう。壁としてね、ワンチャン壁。そしてレベル2のジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロをチューニング。集合し星が新たに輝く星である。
新たな力を呼び起こす。間違えた、自動召喚が新たなフィストなれ。シンクロ召喚、流星さん召喚コード似てるんですよね。イデオジャンクオーリアン、ちょっと勉強しましていきます。召喚ムービーだけはマジでかっこいい。これ世界一かっこいいと思ってる俺、この召喚ムービー。マジかっこいい、これマジかっこいいでしょ。これはね、感情的に召喚ムービーだから。そしてジャンクオーリアとジャンクコンバーターの効果を増すと、これで、オライオンを特殊召喚。ならばモンスターを特殊召喚。そしてこれによって、ジャンクウォーリアーの攻撃力がちょっと上がったぜ。そしてバトルフェイス、自分フィールド速攻魔法発動。説明しよう。スクラップピスト、自分のフィールド上のジャンクウォーリアー1体を対象にし、なんとジャンクウォーリアーに5個もの効果を与える。1つ目、相手はダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果を発動できない。つまりクリボールを投げることもできない。対象のモンスターが貫通能力を得、さらに貫通ダメージが倍になる。さらに対象のモンスターは戦闘では破壊されず、戦闘を行った相手モンスターはダメージステップ終了時に破壊される。効果盛りすぎ。スクラップフィスト、いけ、ジャンクウォーリアーの攻撃。スクラップフィストダメージ計算で自分いいですか。ラッシュデュエル、ラッシュデュエル、アクセラレーション。あ、テキスト読んでる、テキスト読んでるぞ、テキスト読んでっけど、お前もう死んでんだぞ。破壊耐性使おうが使うまいから、お前はもう死んでいる。対戦ありがとうございました。これがラッシュデュエルか。さあ、ワイトさん、おっとミラーかな、ミラー来た。最近はですね、ミラー非常に多い。俺のターン、あのミラーしかないと言っても過言ではない。5回やったら3回くらいミラーっていうのは結構ありますね。皆さんやっぱ優勢好きですね。僕もね、あの遊戯王のアニメの中では一番好きなんですよ、 5Ds。 めちゃくちゃかっこいいんですよやっぱ 5Ds って。なんかね、そのちょっとね、遊戯王アニメとは一線を画すね、なんか大人のドラマみたいなのがあるんですよね。仮面ライダーでいうところのなんか仮面ライダークーガみたいな感じです。あのね、ドラマがちゃんとしてるっていう。なんかそのなんかかっこいいヒーローが出てきて敵を倒してドーンみたいな感じじゃなくて、ちゃんとドラマができてるとはからくりだった。なるほど、ちゃんとドラマができていて、でしっかりお話が作り込まれている。そして熱い物語がその中に隠されているっていう。バッカイの弱くない、スクラップピスト勝ったじゃん。バックライの弱くない、それは甘えてるのでは。まあちょっとガム腐ったけどもいっか。ジャンクシンクロン召喚、ジャンクシンクロンの効果発動。さあ、まだ知らねえと思ってんだろこれ。クリボールでも逃げてんのか。ちなみに、まあ、クリボール逃げてたりとかしたら多分、ね、結構余裕ぶっこいてね、バックなしでも構えてくると思うんですよこれ。でまあカラクリデバンドを聞くしみたいな感じで思ってると思うんですけど、このターンでデュエルがおしまいになるっていうことを相手に分からせてあげます。ジャンクオーリアン召喚ムービーをどうぞ。さあ、これランク戦でやってるとね、この召喚ムービー見てる時間でね、めちゃくちゃ迷惑なんで、これすごい迷惑なんで、めちゃくちゃサレンダーされますこれ。ジャンクオーリアン押せなこいつって。さあ、ジャンクコンバーターの効果発動。今召喚ムービーを見ていますってボタン欲しいわ。今この段階で右下あたりになんか今召喚ムービーをご覧いただいてる最中ですみたいなボタン欲しいわ。そしてバトルフェイス、いくぜ俺は。手札からマジックカード、スクラップフィストを発動。このカードを発動する、いくぜ、ジャンクウォーリアーの攻撃、ジャンクウォーリアーの攻撃、スクラップフィスト、ラッシュデュエル、アクセラレーション。8200ダメージはさすがに強すぎる。 OCG でもワンキルよこんなものは。さあ、お相手の方出た、カニ VS エビですか、魚介類対決デュエル3倍、カニ VS エビ。さあ、オノマトランスやめてください。オノマトランスだけは、オノマトランスだけやめてください。オノマトランスやめてください。ちょっとあいつの話してやめよう。ちょっとあいつの話してると来るから、あいつの話やめよう。俺フラグ建築するからいつも来るって言われるんですよ。フラグを建築するからリュウさんいつもそういうあの回収しちゃうんですよって。フラグを建築しなければ回収することもないっていうね、まあ、そういう理論ですよ。つまり
何言ってんだろうね。あの要はね、ちょっと嫌いなやつがいるんですけど、そいつの話をすれば来ちゃうから、そいつの話はしないってことです。つまり、ね、これあれでしょ、ホープ、ホープでしょ、これホープ出して、でホープ出して、キモい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 、無理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 、もうキモい、これこのゴキブリマジでキモい、無理、何もできない、何も出せない、うわーいや何も出せん。